はい、えー、こんにちは。今回ですね、私のお気に入り YouTube チャンネルの紹介なんですけども、ジャッキー・チェンのね、カンフー映画でおなじみの、ジャッキー・チェンのモノマネで、むちゃくちゃ顔も似てるし、喋り方も似てるし、あとですね、あの、仕草も似ていて、もうアクションもすごいんですよね。アクションもそっくりみたいなね。そんなね、えー、モノマネタレントのジャッキー・チャンさんっていうのがいらっしゃるんですけども、 私はなかなかテレビを見ないんですけども多分テレビによく出て有名になった人じゃないですかね、まあ、その方が、まあ、最近はテレビあまりないと思いますけどもこうやって YouTube チャンネルをされてるんですが見てください結構ね苦戦してるんですよジャッキー・チャンさんね動画を見てみるとチャンネル登録はまあ7000人ちょっとですしねそれから動画見てくださいゲーム配信だと思うんですけどもこういうのにもう っっちゃてててるとあえて言わせてもらいます自分の特技を生かすんじゃなくってなぜかねゲーム配信みたいなことをやっちゃってるんですよねでそうなるともうライバルも多いし味も出ないんですよねジャッキー・チャンさんっていうのはあのアクションがあるからあライブなんて2人が視聴中ねこれ再生数100回前後とかね200回前後とか1000回いくやつなんてちょっとないですよね うん。で、ヒゲ剃りっていう動画はちょっとね、ありますけど、これジャッキー・チェーンそっくりじゃないですか、こういうの見たらね。だからこの持ち味を活かして、なんかオリジナルストーリーをやるとか、ジャッキー・チェーンの映画の、なんかワンシーンをパクるとかやると、多分面白いんでしょうけどね。それから NG シーンをわざとね、捏造してやってみるとかね。うん。まあ、陣内智則なんていうのはね、NG シーンでジャッキー・チェーンのやつ、なんかちょびっとやってたりしますけども、あれ面白かったですね。ほら、なんか苦戦してるでしょ、これ。 でゲームとかに陥っちゃったりとかこれは何ですかね食べ物のレビューとか行っちゃって雰囲気は出てるんですけどジャッキーの持ち味が出てないんじゃないかなと思うんですよすごい編集もしててサムネイルもパチッとしてるんですけどもさすがにねチャンネル登録が起きてないっていうところもあるし仮にも有名人ですからねこのジャッキー・チャンさんっていうのは、うん、ちょっと惜しいですよね プロジェクト V っていうやつがこの辺ありますけども、それでもやっぱり1000回前後っていうところで、ジャッキーちゃん、ただいま勉強中っていうのは何のことかわかんないんですけど、これクリックしようと思わないですよね、このサムネイルじゃ。うん。なんか、これももうちょっと工夫がいるかなと思いますね。うん。まあ私がね、偉そうに説教するもんではないんですけども、こうしてみると、YouTube の扱い方を、 まあ私言わせてもらうとねうんジャッキー・ゃんさんはもうすごい大きなチャンスと才覚を持っているんですけども YouTube との組み合わせがどのようにすればいいのかってところがねなかなかこう見えてきてないってところかなと思うんですよ、うん、1分間完結絶賛公開中か、うん、まあコントとかもやってますよね 基本的にこういうふうなコントやギャグを織り交ぜてジャッキーと被せていくってことで独自性が出るのかなと思いますけども。うん、それ結構苦戦してますよね。これはね。2年前の動画ですね、これが。もっともっと前からされてるんでしょうね、きっと。うん、3年前。 さすがにねこの年という単位でこの再生数の弱さが連発されているっていうのはちょっとねきついですね8年前9年前だからジャッキー・チャンさんは私と同時期に YouTube 始めてらっしゃるんですよでこの頃テレビにもねバンバン出ていたと思いますしすごい有利なポジションから始めてるんですよね だからこれから、これが何を味するかですよ、皆さん。あの、今日から始めてもやりようなんですよ。攻略の仕方ってのは、テレビともラジオとも映画とも有名人だからっていうのも違うんですよ。ね。ジャッキーちゃんさん、ね、でも、これからぐんと伸びると思いますよ。うん、思いたい。うん。ね、9年間やってきて伸びてないけど。いやー、でも私のね、個人的には、 まあ、トップ10の YouTube チャンネルなんですよね、うん。ちょっとジャッキーさんと私もね、ちょっとコラボお願いしてみましょうかね。多分ね、受けてくれるような気がしますよ。このバランスだったら。はい。じゃあ今日は以上でございます。皆さんチャンネル登録をしてあげてください。